どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。ナッツです。エルデンリング。今回はこちら。解体包丁を軸にした HP と FP を実質無限に自動で回復しながら戦えるちょっと面白い構成ご紹介していきます。解体包丁を含めて必要になる武器とタリスマンが合計で4つぐらいありますので、その入手場所もご紹介します。それではまず今回使用していく武器とかタリスマンご紹介していきます。 それではまず軸になるのがこれ解体膨張そういえば最新のアップデートで霜降りの修正前だったら今回の構成で使う解体防潮の戦牌は霜踏み一択だったかなと思うんですけど修正されちゃったのでどうしようかなって考えてて一応今回ご紹介する構成と相性のいい戦杯としては一発の威力っていうよりも多段ヒット系か連続攻撃系または範囲攻撃系になるかと思います。 で,できれば消費 FP も控えめのものの方が相性がいいですそして解体膨張を使用する理由としては攻撃の命中時わずかに HP を回復するっていう特殊効果みたいのが付いてるんですよねまあ他にも似たようなことができる武器はあるんですけど解体膨張の方が若干使い勝手がいいかなということで今回は解体膨張を使用します でこの「攻撃命中時わずかに HP を回復」ってあるんですけどこれは実際に解体膨張で攻撃をするか解体膨張についている戦技で攻撃をした場合に HP が回復します敵を倒した時ではなくて攻撃命中時なので多段ヒット系とか連続攻撃系あとは複数の敵を巻き込める範囲攻撃系の戦技が相性がいいです今回の構成での HP の自動回復はこの解体膨張の効果任せになります 他の3つの装備に関しては FP 関連ですねはいこちら生贄の斧これは攻撃に使用するわけではなくて解体包丁を右手に持つとしたら左手に持つだけで OK ですこれは特殊効果で敵を倒した時に少し FP を回復するっていうのがついてますでこの効果はこの斧で敵を倒した時にっていうわけではなくてこの斧を装備しておけば発動するものになります続いてタリスマンでソレイの角 これも敵を倒した時に FP を回復する効果になります先ほどの斧と合わせると結構な回復量ですねこの今ご紹介させていただいた3つでも結構いい感じに戦えるんですけどあと1個タリスマンカーリアの希少基本的に戦技を使って戦っていくので戦技の消費 FP を抑えることで回復が間に合いやすくなりますはいそれでは解体包丁から入手場所をご紹介していきます 解体傍聴はここアルター高原の火山付近死体臭のボロ屋に出てくる侵入だったかなアナスタシアっていう NPC を倒すことで入手できますゲルミア火山1号目から行くと近いですそれでは1号目祝福からのルートをご覧ください はい、この辺りでアナスタシアが出てくると思いますでは次生贄にの斧のはここモーンの城壁前が最寄りかなそして向かうところはやや左下のここここでボス戦になるんですけど夜にしか出現しないボスになりますので祝福で時間を調整してくださいそれではモーンの城壁前からボスが出現する場所までのルートをご覧ください はい夜にこの辺りに来るとボスが出てくるのでそのボスを倒すことによって生贄の斧を入手できます続いてソレイの角はここ永遠の都ノクローンのソレイの森が最寄りですノクローンへの行き方はラギのイベント手順をご紹介した動画でご説明しておりますのでよかったらそちらをご覧くださいソレイの森の祝福から森側の方に行くと火を灯せる場所が6箇所あります今正面に見えてるやつね これが今見えてるのも含めてこの付近に6個あるので全てに火を灯します6箇所に火をともしたらボスエリアに向かうんですけどそれへの森の祝福からのルートをご覧ください。 はいここですねこれに触れることでボスエリアに行けますそこでボスを倒すとソレイの王の追憶が手に入りますのでそれを指読みエイヤのところで交換すれば入手完了です続いてカーリアの起床はここを上巻への道ここにイジーっていう npc がいるんですけどおそらくラニのイベントをクリア後に購入できるようになると思いますラニのイベント手順は以前動画でご紹介しておりますのでそちらをご覧ください ちなみにランニーのイベント後イジーにグレイブのことを報告するとイジーから直接買い物はできなくなっちゃうんですけど鈴玉鈴玉を回収して円卓にいる双子の老婆に渡すことでここで購入できるようになりますさあそれでは実際の映像をご覧ください特に HP と FP にご注目ください HP が回復するのは敵に攻撃がヒットしたタイミング FP の方は敵を倒した時に回復してます ちなみに今ご覧いただいてたのは弱体の下踏みです他の戦技にも付け替えてちょっと試してみたんですけどやっぱ霜踏みは攻撃範囲も結構広いし多段ヒットみたいになるのでこの構成とは相性いいんですよねまあ修正されちゃったのでこの構成と相性のいい戦範を探してます複数の敵にまとめて戦技を当てれれば回復量も結構多いと思いますし面白くて強い構成だと思います 個人的には解体包丁も生贄の斧も武器の見た目が結構好きだったりするので気に入ってます。よかったら今回の構成試してみてください。はい。ということで、ざっとご紹介させていただいたんですけども、いかがでしたでしょうかよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。